はい、ランニング食堂です。本日の動画は前回の動画でランニング食堂さんのストライド幅すごいですねみたいな感じでコメントいただいてまして、ストライドの伸ばし方とかあったら教えてくださいってことのっていうコメントがあったので、そちらについてお答えしたいなと思います。まあ、まず一つ修正しておきたいのが、この前回載せたストライド幅なんですけど、ここまで僕ないと思います。なんでかっていうと、乗っけたやつが5000を走った時のガーミンの記録で乗っけたんですけど、トラックで走るとだいたい 5000m 走っても多少この距離がずれるので長くなっちゃうんですよ、 GPS 表示の方が実際走った距離より。なので、で多分このストライド幅とかピッチ幅っておそらく、あ、ピッチは心拍に合ってるのかな、わかんないですけど、ストライド幅の多分決め方ってピッチと走った距離でおそらく割り出してると思うので、実際走った距離より GPS データに残ってる距離の方が長いので、まあ、その分多分ストライド幅が誤差があるのかなと思うので、実際多分ここまで僕はないのかなと思ってます。まあ、ただ僕自身は結構ストライド中なので、まあ、ストライド伸ばすために結構いろいろと取り組んできたりとかしてたりとかしてたので、その辺でお答えできればなと思います。僕が実際に行ってた練習と推奨する練習みたいなところで話していきたいなと思います。まず一つが、レペテーショントレーニング取り入れていただけるといいのかなと個人的には思ってます。レペテーショントレーニングっていうのが一本一本を、どうだろうな、1500のレースペースぐらいかな、で1500のレースペースぐらいで、まあ、400なり300なり200なり600なりを一本一本集中して回していくというようなトレーニングになるんですけど、これを行うことによって速い動きで体を動かすことになるので、おのずとストライドを伸ばさないと走れないっていうようなトレーニングになるかなと思います。まあ、これ取り入れていただくとストライド幅伸びてくるんじゃないかなと思います。っていうのも、ストライドっていうのは、ストライドとピッチっていうのは走る速度によって変わってくるんですよね。ピッチ数とストライド幅を掛け合わせたものが走る速度になるので、ピッチについては理想のピッチ数っていうのが180っていうところがあるみたいなので、でピッチを限界まで上げたとしても、ここのピッチ数っていうのはなかなかこう伸び幅が少ないところになってくるし、最終的に落ち着かせたいのは180前後っていうのが多分理想だと思うので、ってなった時に走る速度を上げようと思ったらストライドを上げていかないといけないんですよね。でピッチ自体は結構頭打ちが速くくる、なので走る速度をゴリゴリ上げていけば、おのずとピッチは頭打ち速いから、この走る速度に持っていくためにはストライドが伸びないとその走る速度には到達しないというようなところなので、ってなったら走る速度を結構限界ギリギリまで上げたトレーニングを行えば、ストライド幅はおのずとそのタイムを求めていく中でストライドが伸びてくるというような感じだと思います。なので、まあ、マラソンをメインでやってる方、トラックはほぼやらないけどマラソンばっかりやるっていうような方だとからすると、レペテーショントレーニングってあんまりやらないと思うんですけど、最終的にピッチは頭打ちきちゃうし、ストライド伸ばした方が絶対にマラソンにも生きてくると思うので、そういった意味ではマラソンランナーさんもレペテーション取り入れていただくのがいいかなと思います。まあ、代表的なところで言うと405本とかですよね。405本を間をレストをしっかり空けて、まあ、2分なり3分なり開けて一本一本を、まあ、全力でいいっちゃいいんですけど、1500とか出たことがある方はその1500のペースで400を走るとかしていただくといいトレーニングになるかなと思います。走る動作を習得するためのトレーニングだと思っていただければ、取り組む価値はあるのかなと思います。405本で大事なのが、きつい状態でもう一本走り出すってことをしないことかなと思います。設定タイムがだいぶ早いと思うので、普段のインターバルトレーニング、間を1分とかでやったりするトレーニングと違って、一本一本集中して、大きく体を、設定タイムがクリアするために体を大きく動かして走る動作を習得するっていうようなトレーニングになるので、しっかり一本一本休憩を挟んでやっていくっていうのが大事なことかなと思います。うん、でこのレペテーショントレーニングを行っていただくと、ピッチはすぐ頭打ちくる、走る速度が速いと、
だったらこのピッチは頭打ちくるのが早いので走る速度に対して達成するためにはストライドが伸びないといけないっていう風になるので、ストライドが伸びた状態のトレーニングになるので、まあその中で体をずっと動かしていってあげればストライドっていうのは伸びてくるのかなと思います。である程度こうその速度に慣れてきたら少し速度を上げて、まあなんだろうな、 400m を72秒で回すのが限界だった人が最初400を5本72秒でやったとして、慣れてきたとしたら今度はじゃあこのレストを短くするんじゃなくてこの走る設定速度を上げていく。例えば72秒でもある程度できるようになったら70秒に上げて今度はやってみるとか、そうすると走る速度が上がるとストライド幅っていうのは必然的に伸ばさないとその速度に、その設定タイムに間に合わなくなってくるんで、おのずとストライド幅伸びてくるというような感じになるかなと思います。はい、これが1個目のレペテーショントレーニングですね。歩幅を伸ばすのであればこのレペテーショントレーニング取り入れていただくのがいいのかなと思います。でもう1個はですね、まあ僕も当時マラソン始めた時は体ガッチガチでほぼ運動してなかったので、なかなかこう体が動かない状態だったので、それに向けて取り組んできた内容っていうのをまた別撮りでしたので、一応見ていただければなと思います。じゃあこの画面これにて終了。昨日上げた動画でコメントでストライドの伸ばし方を教えてほしいってことでいくつかコメントがあったので、まあ、それについてお答えしたいなと思います。まあ、ストライド自体はね、速く走るためには絶対に必要になってくるかなと思ってますので、速く走りたい方はね、ストライドを上げる練習取り入れていただいた方がいいかなと思ってます。まあ、今回紹介するのがなんか僕がこうどっかで学んだとかそういう話じゃなくて、自分が走ってる中でなかなかこう股関節が動かないなみたいな感じで思ってたことがあって、まあじゃあどうやったら股関節って動くかな、もっと広く動かせるかなみたいな感じで思った時に、まあ、自分がこう走りながら取り入れた内容なので、もしかすると怪我にもつながるかなとも思いますし、その辺はしっかり皆さんの能力に合わせてやっていただきたいなとは思います。まあ結構ね、僕はもう自分にはスパルタなので、動かない股関節はじゃあ無理やり強制的に動かしましょうよみたいな考えでやってたので、計画的にやられるんだったらまずは股関節が動かない理由を探していただいて、まあ、そこのストレッチなり、トレーニングを入れて、で体がしっかり動く状態にしてから今回やるやつをやった方がいいのかなとも思います。本格的なそういう体の柔軟性のチェックだとか、股関節が動かない理由を探すとか、まあ、股関節が動かない理由って下半身にある可能性もあるし、前にある可能性もあったりとか、後ろにあったりする可能性もあったりとか、まあ、その人の体によって変わってくると思うので、まあ、そういったものはね、僕が毎月セミナーで開催させていただく予定の本格的なプロトレーナーをお呼びして、体の使い方チェックだとか体の使い方セミナーってところで学んでいただければいいかなと思ってます。まあ、そこで学んだものを学んで、しっかり体が動ける状態にしてから今回やるやつやった方がいいのかなと思いますので、その辺は適宜選んでいただければいいなと思います。じゃあ早速ねやっていきます。よいしょ。はい、まあいくつか僕が当時マラソン始めたての頃からどうやったら体って大きく動くかなっていうのを意識した時にやってた流し前の
矯正股関節広げみたいな感じの内容でした。当時は僕全然知識もなかったりしてたので、まあ、本当に自分の体を見ながらやってたので、学生の時は陸上競技やってたので、まあ、その時から比べて若い時と比べて足の広がりってなんか歩幅って狭くなってるよなみたいな感じの感覚があったので、自分の思ってる感覚に近づけるためにはどうしたらいいかってことで自己流でやってたトレーニングになります。股関節を広げようと思ったら、まあ、しっかりと裏ももだったりお尻のストレッチをかけてあげたりとか、それこそ上半身の柔らかさとか作っていかないといけないと思うので、その辺はまた別途5月9日ですね、セミナーを開催予定なので、まあ、そっちの方ではプロのトレーナーさん、オリンピック選手を教えているようなトレーナーさんをお招きしまして、まずは5月9日については上半身か肩甲骨の使い方、まずは使える状態にする、体をしっかりと正しい位置に戻す、で、そこから肩甲骨は動かしていきましょうよっていうような感じでセミナーを予定してますので、ぜひね概要欄にリンク入れておくので、まだまだねエントリーできますので、ぜひご参加いただければなと思います。で、このようなご時世ですので、しっかりと対策を取らせていただいて、セミナーは安全に皆さんの健康を守るためのセミナーと思ってやるので、ご参加いただければなと思います。まあ、今回は、僕が当時皆さんと同じようにストライド伸びないなと思って悩んでた時期もあったので、その時に自分がやってたトレーニングを紹介してみました。こういうのはねやっぱりお尻のストレッチかけてあげたりとか、こういったところから先にやっていかないといけないかなと思うので、まあ、その辺をしっかりと、まあ、今ネットで調べたりとかもできると思うので、まずはストレッチで柔らかくしてからやっていただくのもいいのかなと思います。はい、じゃあ今日の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。